見るだけじゃない、あなたが主人公になる万博が始まります。この番組は2025年に開催される大阪・関西万博の情報はもちろん、各地で行われている様々な取り組みをご紹介し、万博を盛り上げ楽しもうという番組です。その名もチームエキスポ2025プログラム、大阪・関西から未来へのアクション。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大阪府と大阪市が大学や企業などとともに産官学民一体となって出展する大阪ヘルスケアパビリオンネストフォーリボーン。オール大阪の知恵とアイデアを結集させ、来場者が命や健康、近未来の暮らしを感じられる展示を通して最先端の医療やヘルスケア技術を体験できるパビリオンなんです。中でも展示の目玉として注目されているのが未来人間洗濯機。1970年の大阪万博で話題を集めた人間洗濯機の次世代機で、体だけでなく心も同時に洗える、まさに未来型の洗濯機なんです。今回は未来人間洗濯機を手掛ける大阪の企業と大学に潜入。未来人間洗濯機の驚きの機能をご紹介します。まず向かったのは未来人間洗濯機を手掛けるサイエンスのショールーム。サイエンスの青山会長に未来人間洗濯機を案内していただきます。おー、はい、これが、はい、これがですね、はい、いよいよ来年のですね、大阪・関西万博大阪ヘルスケアパビリオンで、出展展示予定の未来人間洗濯機。すごいシュッとしてますね、なんか、はい、ただしこれはモックアップ、あ、はい、まだ、はい、あれ、モデル機。そうなんです、そうなんです。だから本当はですね、はい、このグレーの部分、前のこのグレーの部分から、はいはい、実はここ全部透明のドームになるんですね。はい、座っていただけますか。いいですか、はい、はい、あ、ね、この角度がなかなかいいでしょう。いい角度ですね。いいでしょう。で、実はお座りいただいて、この先ほど言いました透明状のね、これ全部透明になっている部分の蓋がビーってガチャンと閉まります。閉まって、はい、閉まった瞬間から洗浄が始まるんですね。首から下、約毛穴っていうのは約500万個あるんですね、はい、それを全部クリーニングしてくれる。で、首から上はっていうのは実際にありとあらゆる角度で噴射をして、頭から顔から全てきれいに、うん、実際にワンクール15分、15分で全部終わり、15分で乾燥までして、乾燥まで出ていただきます。助かる。はい、実際にどのように洗浄されるのか説明していただくことに。要は胸から下のね、いわゆる状態をきれいにするために、これがお風呂の浴槽だと思ってください、はい、するとこのように、これがマイクロバブルですね。マイクロバブルや、だいたい3から20ミクロンというサイズです、うん、これも小さい泡ですよね、はい、で、ここにですね、片手をドボーンと、はい、いいですか、はい、もう楽な体勢でつけてください。いきます。はい、ドボーンと、はいはい、実はもうすでにね、マイクロバブル仕事を始めてるんです。え、でもじゃあもうこれ今入れてるだけで勝手に。そうなんです。実はマイナスのマイクロバブル分が今どんどん毛穴の中に侵入して、汚れにくっついてどん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 出していってくれる。およそ3分、手をマイクロバブルのお湯に入れるだけで、いや、すごい、すごい、すごい、ふわふわサラサラ。いや、ほんまにそうなんです。だからもうこれで人間洗濯機の下の部分で黙ってるだけで綺麗になるの分かりましたでしょ。分かりました。さあ、ほな胸から上はですね、実際にこのミラブルの技術の水流を使って、はい、頭、顔、口とかですね、うん、はい、いう形でやるんですが、なるごと、はい、こうもうせっかくですから指伸ばしていただいて、あ、気持ちいいでしょ。優しい、うん、細かいですね。でしょ、うん、で、これはね、美顔器モード、顔なんですよ。あ、顔用、はい、顔用です。このミストまっすぐ出てるように見えるんですが、まっすぐ出てるように、はい、これ1秒間で手でもできないんですよ。カチッっていう間にこれ1個ずつ2000回転しながら出てるんです。あ、回ってるんですか。そうなんです。泡が、水滴が、そうです。
1秒間でこれ2000回転しながら高速渦流で、その中にバブルがあるからバブルが肌を痛めない優しい研磨剤の役割だから、油性ペン落とすぐらいのミラブルはもう独自の洗浄力を持ってるんですね。で次に切り替えますとスカルプモード、あ結構強めの頭です。はいはいはい、頭の油はまた種類が違うので、これただのストレートではなく水の出口見ていただきますとね、全部 Y の字になってる。そうや、よく見るとまっすぐじゃない。そうなんです、水と水同士ぶつけてねじれ流を起こしてドリル状の水を作ってる。でさあもう一つ切り替えますよっていうのは、めっちゃ一点集中、はい、なんやねん、これ歯洗うもんなんですけど、あの CM で見るやつや。これ実はリングストレート言いまして、ストロー状に出てるんですが、中空洞ということは歯の間を洗うのに最高なんですね。さらに未来人間洗濯機には椅子に座るだけでその人に合ったシャワーの水流を自動で選んでくれるすごい機能も。それをどうやってやるのかというとですね、背中で脈動を取ってるんですね。やっぱり脈動も年代によって違うんですね、うん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 、だからあこれで若いとかいうのが判断できますので、うん、それに応じた形で上の部分っていうのは、はい、実際に水流そのものが、例えばこの人の年代だったら保湿が一番重要やな、うんうん、じゃあ保湿するための水流出したれとか、あ、はい、じゃあ人に合わせて。そうなんです、だからもうその入った方に合わせた水流がですね、うん、出てくるっていう、この技術があの未来人間洗濯機の中に全部入ってるんです。詰まってる、はい、でも心まで洗うんですよね。そうです、だから未来人間洗濯機は心を洗う、それはセンサーの技術を生かしてもうびっくりするようなことをやるんですが、何それは大阪大学に行くとですね、はい、柑樹先生がその心を洗う部分担当で今ずっとやっていただいてました。未来人間洗濯機の心を洗う部分の研究開発は大阪大学の産業科学研究所と共同で行っているということで、心拍数や自律神経の状態を読み取る機器を研究している大阪大学の柑樹准教授のもとへ。うわ、なにこれなにこれ、すごーい。ここに椅子あるんですか？ええ、この椅子は、まあ、あの人間洗濯機 の、 あの同等のやつと。これはどういう仕組みになってるんですか？ね、これ今お湯溜まってるでしょ、はい、椅子に座ってもらえると心拍数と自律神経が分かって、そこで緊張してるのかどうかとかですね、あの疲れ具合はどうだとかっていうのが分かります。お風呂入るだけでそれも分かるんですか？ええ、これがモニターになってまして、はい、でここで自律神経が今高ぶってる緊張してるっていうところに癒しの映像を映し出したりとか、そうすることによってリラックスしていくでしょう、はい、それは心が現れたという、まあ、そういうようなあのお風呂になっています。実際に心を洗うを体験させていただくことに。うわ、これ心拍です。わ、私の心拍が丸裸や。これはですね、今体の状態がどの位置にいるの、あるのかっていうのを示した図なんですけど、ピンクの点ありますよね。あります。これ5秒ごとに打っていくんですけど、まあ、今のところ良好と。で毎日入っていただくからこそ、ね、自分のビッグデータ、自分のデータがたくさん集まるので、もうそこで異変があればね、お知らせしてくれたりとか、本当に前もってこう病気の前に判断するとか、うん、将来そういう方向には持っていけれるかなと思ってます。ここであのミラブルを。お、来た。あ、なんかそこの方に霧みたいな柔らかいお湯に包まれてる。これでじゃあ体中が綺麗になるってことですね。そうですね。そしておー、大自然の中。ええ、まあ、まだこれはもうデモの映像なんですけど、本当はもっとギュッて迫るような映像が来ると思います。でも体も洗いながらちゃんと心も洗ってくれる、本当に未来人間洗濯機ですね。毎日こう、ね、心拍数測ってもらって、自律神経測ってもらって、もう毎日健康でいようと、うん、
いうようなことを、もうぜひとも万博で見てもらって体験してほしいですね。うん、あ、こういう風に、あ、映ってる。次回は未来人間洗濯機特集後編、まだまだあるワクワクドキドキの機能と開発秘話をご紹介。人工の雲、雲が出てきたみたいでしょ。ほんまや。そしてさらにはサイエンスさんが万博会場で披露予定の驚きの最新技術もご紹介します。ここからは大阪・関西万博に関するニュースコーナー。世界の課題に挑むプロジェクトが始動します。ハローエキスポ国際交流プロジェクトは、大阪府内の高校生などが世界8カ国の留学生らとともに、各国の最新事情や社会課題をテーマに一緒に学び理解を深めるプログラム。海外に興味のある人、社会課題や万博に興味のある人大募集。詳しくはハローエキスポ国際交流プロジェクトで検索してください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回は未来人間洗濯機特集後編、まだまだあるワクワクドキドキの機能と開発秘話をご紹介。そしてさらにはサイエンスさんが万博会場で披露予定の驚きの最新技術もご紹介します。濡れてない。濡れない。濡れてない。でもなんか濡れてる感覚はあるのに。